週刊連連ニュース。皆様おはこんばんちは。キャスターを務める3代目ジードです。また始まりました週刊連連ニュース。最新の平本連情報をお届けする番組です。早速ニュースです。我らの敗戦しちまった連連さん、ツイッターにて爆弾発言されていました。おはようございます、ウシプ選手、次やりませんかと、ライジンマーク5ダブルメイ朝倉未来に負けた引き込み牛一級の牛くんに、負けた者同士で対戦やて、腐ってらんない、前しか進まない、牛久選手 KO したら朝倉とやらせてくださいと、敗戦で朝倉未来様との対戦が遠くなったから最短の近道を考えたご様子。しかしリプランには、調子のんなボケ、斉藤に負けてて、その斉藤に2回勝ってる牛久にメリットない、まずは中堅選手に勝たないと。今回負けてるのに無理合う、牛久に何のメリットもないな、白川から逃げるなよ、白川陸斗と見たいと、牛久より、なんとあの初代朝倉ポケモンの白川陸斗さんの名前が浮上しておりました。白川陸斗さんといえばライジンファイターでもあり、朝倉未来様とアウトサイダー時代に死闘をなされ、そこで朝倉トレーナーにゲットされたポケモン、パンイチターミネーターダークリクトさん。うちの連連さんとは前からやるやらない仲悪、ツイッター絶戦の中ですと、やはりここで初代ポケモン白川リクトさん来ました。まあ落ち着けて、気持ちはわかるが、1月に俺と同僚、白川さんちょうどいいやん、連連白川さんやってくれるって。牛くんは斉藤選手に2回も勝ってるし、引き込み牛1級やし、それに比べ白川陸斗さんならフェザー級ランキング15位やとされてるし、白川選手みたいな中堅選手とやるべきだと牛くんはかなり近道やけど、ほら連連さんも言ってたじゃないですか、遠回りこそが一番近道だったって。陸斗ちょうどいいじゃないですかと、みんな白川白川って誰ですか。あかん、全然やる気なかった、誰呼ばわりです。レンレンさん興味がないみたいです。そんなレンレンさん、身長170センチ以下の男性に人権ないとかでへこんでるやつ安心しろ、身長173センチの著名人の方がヤバいと話題のツイートに、173センチのやつはヤバいやつしかいないって話題マジ笑う、俺も173センチだしと、大吾、ひろゆき、中田のあっちゃん、ホリエモンとなんと同じヤバい173センチクルーだったみたいです。他にも格闘技界では鈴木千尋さん、世界の田中さん、ボクサーの薬師寺康江さん、畑山貴則さん、レニーハートさん、芸能界では岸田総理、松潤、エミネム、 DJ 社長、島木ジョージ、石川のりお、香港つぶべ、まだまだ女、ジジブー、誰やねん、ジーコ内山、誰やねん、白川陸斗、誰やねん、あ、ちゃう、白川さんもやったんでした、ちょうどいいですやん。しかし俺は少しジャンプすれば173センチと、細川バレンシアガ師匠、また来たに、レンレンさん、ごめん、はっきり言わせてもらうね、師匠は173センチやなくても十分やばいので安心してください。仲良しやん、白川さんも入れたけてで、173センチ引き込み牛もかよ、170、170、うっせえな、私ジード167センチ、でで、人権なし、妖怪やし。次のニュースです。平本蓮の敗北した試合、斉藤豊戦、なんと平本サイドのセコンドに問題があるのではと一部で話題になってました。打撃場面でのシーンに、行かなくていい、行かない、行かないと、あれ声が横から聞こえてくるよと、こんな動画も話題に。ディープやドリーム、 UFC などで活躍したバックボーン極真空手の菊野勝則さんが、平本蓮の空手の構え三鎮についての問題を指摘されていました。あれは完全カウンター待ち、限界がある、打撃も寝技もできる選手に来られたら崩される、僕も経験してきたと。そういやオロチドッポさんも、空手道に古くから伝わる守りの型、やっぱり守りかーい
レンレンさんの打撃あかんくしてたこれちゃん。確かに今豪機会の岩崎達也先生の下の下練習に励んでいるレンレン、ドミネーター戦の後にもよく我慢したよとレンレンの攻撃我慢したのを褒めていたが、もしこれが今回も当てはまってるならてん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 、これは言いにくいんだ。なんやかんやで空手を取り入れたスタイル好きだし、岩崎先生もなんか好きだし、なんせレンレンの構え好きでついつい見とれちゃう。レンレンさんも岩崎先生は最高の人、俺が間違ってただけ、これからも岩崎先生と一緒に進んでいく、誰も文句は言わせない、これ以上は言わない、てか言いたくない。レンレンさんの歩む道ですもんね。さて皆様にお知らせです。このツイートを見てください。報告です。今日で試合前から詰まっていた業務を全うしたので、しばらく日本から離れて遠いところへ旅へ行ってこようと思います。そして SNS の世界からもしばらく離れます。みんなも少し寂しくなるかもしれないけど、またいつの日かみんなのところに必ず戻ってくる。ちょ待ってよ、 SNS だけは、 SNS だけは勘弁してくれ。レンレンさんに全振りしてもうたバカチャンネル、レンレンさんに SNS 休まれるとてててて、てお、終わっちまう、もうダメだ、グフと台本を書き声取りを取ろうとした瞬間、帰ってきたね、俺はツイッターをやめない。やっぱり神だよハンター、神を超え神なんだよって早すぎやろ。以上週刊連連ニュースでした。もうくだらん、ほんま妖怪から気丈ばっか、まるで指揮者ボス相模バッハ見たく裁く、こんな言葉ばっか、しょうもない上に情もない、くせ者もらいもらい暗い未来、ダッハするために顔ダイブ。